ってんですか。はい、しました。皆さんこんにちは。今日は札幌の、これはどこですかね。滝野。有明です。有明いちご農園。はい。いちご農園のいちごパフェということで、なんとこんなにソフトクリームとね、このあ、うん、いちごソフト。うまいこれ。いちご食ってるみたいなソフトですこれ。自家栽培です。自家栽培のいちごで。ああすごい、これいちご、本当にいちごだ。そしてこの中のいちごがこんなに山盛りに入っているところということで、これは車でないといけない。はい。どのぐらい、どっからどのぐらいですかね、これ行くのはね。アクセスとしては難しい。まあいっか。あ、でも食べログですごい、はい、あの上位になったって昔言ってたから、食べログを見たら誰か解説してくれてるかも。いちご酸っぱくて美味しくないです。美味しい。ソフトと。くずみ。ああ。僕いちご大好きなんですよ。いちご好きの方ぜひこの。はい。自然満喫クラブ。自然満喫クラブ。はい、これめちゃ美味しいです。この雪の中じゃなくても食べますけど、中で食べますけど。夏は行列できますので。夏は行列できる。はい、冬が狙い目です。雪景色の。